私が通う中央大学は140年近い歴史を持ち、あのアジア太平洋戦争にも多くの学徒が巻き込まれました。そして確実に判明しているだけでも70人以上が特攻隊で戦死しています。私はそうした先輩たちの記憶を残そうというプロジェクト、特攻と中央大学に参加しています。そしてその活動の中で特攻で戦死したある先輩の日記を見つけました。日記は全部で12冊。1冊目は1941年1月1日から始まっています。除夜の鐘を床の中で聞きながら、いつしか寝るという言葉が記されています。しかしこの時は同年12月8日に日本と米英が戦闘状態に入ること、そしていずれ自分が特攻隊員として南西諸島の空に散っていくとは想像すらしていなかったと思います。この日記を書いたのは富澤健司さん。1943年中央大学専門部商科夜間部を繰り上げ卒業し、同年10月陸軍特別操縦見習い士官として採用されます。そして1945年4月6日特攻隊第62新部隊として沖縄方面にて戦死しました。23歳の若さでした。富澤少尉の遺書の最後にはこう書かれていました。お父さんお母さん褒めてやってください。弟よ妹よ、お父さんお母さんを大事にしてあげてください。お兄さんは死なない。遠い南西諸島の空よりきっときっと皆様を守っています。ではこれでお別れいたします。いろいろありがとうございました。さようなら。さよなら、富澤少尉。私は平和な時代を生きる同じ大学の後輩として彼の人生に興味を持ちました。彼は特攻命令をどう受け止めたのか、そして沖縄攻撃にどのような思いで向かっていったのか。やっぱりやるせないよな。戦況の悪化で特攻隊になってしまったと。もう特攻は戦法じゃないと。彼の日記を手がかりに富澤さんの23年間の人生を追いました。中央大学学院戦没者名簿にあった富澤さんの名を、特攻隊の全容が求められた特別攻撃隊全士と照合することから調査を開始しました。そして富澤さんが確かに特攻隊で戦死した人物であることを確認しました。さらに本や資料から彼の部隊について情報を収集しました。富澤健司さんは1922年3月28日、東京向島で誕生しました。1941年4月、中央大学専門部商科夜間部に入学し、1943年繰り上げ卒業。同年10月、陸軍特別操縦見習い士官として採用されます。そして、1945年4月6日、沖縄戦における陸軍の第一次航空総攻撃で、特攻隊員として出撃し戦死しました。享年23歳。分かったのは富澤さんの略歴など事実関係だけでした。私は富澤さんがどういう少年時代を送り、どういう学生だったのか、そして最後はどういう思いで特攻隊として出撃していったのかを、なんとか関係者から聞けないだろうかと考えました。調査を続けている中で、書籍陸軍最後の特攻基地万世特攻隊員の遺書
遺影の内容から富澤さんの遺族が東京に在住されていることが分かりました。早速遺族名簿に書かれていた富澤さんの弟に手紙を出しました。しかし返信はありませんでした。私はそれでも諦めきれず、書籍に記されていた住所を直接尋ねると、富澤さんの弟はすでに亡くなっていたことが判明しました。幸運なことに近所の方が富澤さんの名誉を紹介してくださり、連絡したところ取材を快諾してくださいました。2021年10月2日、私はご自宅に伺いました。そして富澤さんの姪の渡辺里美さん、甥の小沢正奈さん、富澤俊明さんからお話を伺うことができました。最初に富澤さんはどんな人だったのかについてお聞きしました。もうね、とにかくおじさんは体格のいい大きい人だったの、うん、私の父親は華奢な細いひょろっとした感じなんですけど、それと対照的な体格だったっていうことは、ばあちゃん、私のおばあちゃんだから、あの特攻で亡くなったおじのお母さんですね、はよく言ってましたね。あの子は体格良かったっていうこと、関取みたいにでかかったって、うん、ばあちゃんよく言ってたな。やっぱ優秀だったって、そう、自慢の息子だったって、ばあちゃんからしてみれば、うちのお袋からすればもう自慢の兄さんでさ、そうだよね、おばちゃんよく言ってたもん、まあまあとにかくもう賢治おじさんが大好きで大好きで大好きで、あのね、貧しかったのね当時はね非常に貧しい時代に育った親の世代だったんだけれども、よくね母が言ってたのがね、寝るところがないから、家が狭くて、でましては家業をやってたから、紙絞りの家業をやってたから、寝るところがないから押し入れで寝てたって言うんだな。で健二おじさんも一緒になって押し入れで、あのガキの頃一緒によく寝たなんて話は聞いてたね。ただいびきがすごくて本当にうるさいな、もうからでっけえからでいびきばっかりかいてって、そんな話を聞いたことありますよ。おんわらすごい優しい方だって、とにかく特攻で亡くなったおじがいるっていうのはもうあのすごいことなんだよっていうのは子供には言ってますね。だから自慢のおじでもあるし、まあ、話を聞く限りでは直接会ったこともないし、もうあの父親もそれこそ本当に話すこともそんなにはなかったし、私おばあちゃん子だったんですけど、おばあちゃんから話を聞くっていうのもとにかく優秀だったっていうことで、あまり、話したくもなかったのかな、もう亡くなっちゃってもいるし、で私に言ってもしょうがない、まだ子供だったので言ってもしょうがないかなっていうのもあったんでしょうけど、とにかく優秀だったっていう話しか聞いてないので、だから子供、私の子供には戦争で亡くなった、特攻で亡くなったおじさんが優秀なおじさんがいてねっていう話はしますね。だから私にとっても自慢のおじですね。命令が出たのがあと5ヶ月後だったら戦争じゃなかったのにっていう、だから逆に言うと天皇陛下がもうあの戦争はやめましょうって言ったことが5ヶ月前だったら、逆におじはもう生きて無事に帰ってこれたのにな。まああまり話は出てこなかったんですよね、出てこなかったけど、まあ僕なんかが多少悪さなんかしてると、お前は少しはあのね、亡くなった兄貴の爪の赤でも飲んでみろぐらいの話はされてましたけどね、あまり話してはくれなかったけど、ただ、さっきお話出たような、その、まあ、優秀だったっていう話はね、よく聞きました、で、いろいろ、2年前かな、3年前か、あの実家取り壊したんだけど、その時にあのいろいろ、まあ、
当初お話したように古い家だからいろいろねあるよみたいな話しましたけど、いろいろ出てくるわけですよ。としあきさんは私たちに12冊に及ぶ富澤さんの日記を渡してくれました。その日から12冊の日記を読み解く日々が始まりました。7月3日木曜、晴れ。昼間の学校へ行き、思う存分勉強できる人に比べると逆境に育った俺が残念になる。しかし金で得られない豊かな心、未だ未完成の俺にはこの豊かな心を得る修養をすべきである。貧しければ貧しいなりに、その環境の中で幸福感に浸る。昨夜の英語の試験問題に、幸福は環境のいかんによるのではなく心の状態であるというのがあった。この頃つくづくこんなことを考えるようになった。9月25日木曜、雨のち曇り。中等学校と違って今ではあまり友達を作らず、黙々とコツコツと一人でやっていくことだ。大の男が頭を下げてノートを借りるなどは男らしくない。10月23日木曜、晴れ。今日は防空演習でもあるし、また靖国神社例祭でもあるので、まさか学校は休みと思ってとにかく行ってみたが、すっかり覆いを使い、外見少しも授業をしていると見えないくらい暗くして授業を続けているには驚いた。真面目な学校であることよ。10月30日木曜、晴れ。今日は久しぶりで心理学哲学概論を聞く。難しくて困る。そして日米開戦を告げるラジオ放送については次のように記載されていました。12月8日月曜、晴れ。朝7時の時報を床の中で聞いた私は、そのままで少々お待ちくださいとのラジオのアナウンスに、これから何かあるなとの一種の直感を感じながら起き上がった。すぐにオルゴールの音が何か重大な放送のあることを予期するかのごとく私の胸をつく。大本営立会本部発表。12月8日6時帝国立会軍は8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ。やったやった、英米に対して戦争だ。かねて予測はしていたが、とうとう来るところまで来た。1億国民の胸に存在していた何か割り切れぬ感じがこの瞬間吹っ飛んだ。12月24日水曜、晴れ。今日は英語の試験があった。あまり優しすぎる。2月14日土曜、晴れ。遥か南の戦線で命を懸けて戦っておられる軍人を思うと、ただもったいない感じでいっぱいである。新聞にラジオにもたらされるシンガポールの攻撃のものすごさに引き換え、なんと平和な東京であることよ。10時過ぎよりローマより楽劇トスカの舞台中継があるのであるが、家の者が寝ているので残念であるが、ラジオはつけられない。明日は楽しい日曜である。土曜の晩が一番楽しい。しかし日本軍の連戦連勝もつかの間、日本本土をいきなり襲ったドゥリットル空襲についても富澤さんの日記には記載してありました。4月18日土曜、
晴れ。午前、警戒警報発令。正午少し過ぎ、空襲を知らすサイレンが耳を打つ。敵機来襲が現実の姿となって現れた。高射砲の轟音、爆音行き交う警防団の緊張した顔。ああ、ついこの間までこれを想像したであろうか。4月22日、水曜、晴れ。経営学の大越教授の哲学味を帯びた経済学の講義、非常に面白し。経済学は金儲けの学問ではない、とのことの面目役所たり。9月8日、火曜、晴れ。暑い。もう涼しくなっても良いのだが、全く腹立たしくなる。外出がとてもつらい。早く来い、秋よ、冬よ。9月19日、土曜、雨。雨の中で防空壕掘り。昨日から始めたが、なかなか2、3日ではできないらしい。10月1日、木曜、晴れ。英語試験。広い55号室に、先生一人なのでカンニングおびただし。だが、俺は正々堂々と書いた。なんとか書ける。11月11日、水曜。寂しい秋の晩だ。来年の検査。入園も間近だ。学校の試験のことも忍ばれて、なんとなく落ち着かぬ。しっかりとせねばならぬ。やっと10月11日以来書かなかった日記をつける。12月8日、火曜、晴れ。戦争1周年。早いものだ。本当この1年の慌ただしく過ごしたことよ。12月11日、金曜、晴れ。入営までわずかの月日なり。この頃、そのせいかやたらに本を買いたい気持ちだ。そんなに読めるものではないのだが、おかしな心理だ。それにしてももっと早くから多くの本を読んでおけばよかった。後悔先に立たずとか。2月23日、火曜、晴れ。試験第一日、漢文失敗。これを機に大いに勉強すべし。とにかく漢字の知識の乏しきことよ。6月28日、月曜、曇り。徴兵検査、講習合格。1943年6月28日に徴兵検査に合格した富澤さんは、1943年9月に中央大学商科を繰り上げ卒業。同年10月、陸軍の特別操縦見習い士官の一期生として採用されます。神奈川の熊谷陸軍飛行学校相模教育隊に入隊しました。入校した日の日記を富澤さんはこう記します。10月1日、金曜、曇り時々雨。本日憧れの本校へ入校せり。眼前にそびえる大山、丹沢の山々。爆音、広い平野。見るもの聞くもの、ただ自分の熱情を足りらすものばかりなり。見習い士官の官服支給さる。本日よりここにて自分の新しき生活が始まるなり。奮闘せざるべからず。富澤さんが採用された制度である特別操縦見習い士官、これは航空を目指す学徒兵のために作られた制度でした。鹿児島県南九州市にある知覧特攻平和会館。ここで学芸員を務める山木聡さんは、
特別操縦見習い士官についてこう説明します。まあ、そもそも、まあ、例えば特捜一期の場合昭和18年の10月にこう入隊ですので、特攻が行われる前なんですね。だから、まあ、特攻自身がなかったし、でも要はその時代はもう戦況はだんだん悪化してきて、で今までその学生は兵役の免除、まあ、ある程度年齢まで免除されてたんですが、その特権がなくなって、まあ、兵隊に行かなければいけないと。で兵隊に普通に行ったら二等兵からこう、まあ、階級がこう行くんですが、特別操縦見習い士官というのはやはり相当優遇された制度ですので、そこにやっぱり魅力があって、でかつ飛行機に乗れる、その一般的なあの時代の憧れもあったと思いますので、特攻は何も考えずにやはりまあ軍隊に行かなきゃいけない状況の中で、まあ、いくつか制度がある中で一番魅力的なものを選んだと思います。まあ、最終的には戦況の悪化で特攻隊になってしまったと。時代の憧れであった飛行機の搭乗員であり少尉になれる制度である特別操縦見習い士官。神奈川の熊谷陸軍飛行学校相模教育隊で操縦士になるべく座学や飛行訓練を行う日々について、富澤さんは次のように日記に記しています。1月13日木曜晴れ、初の単独飛行を許さる。入校時の感激と決意を日々の訓練に込めて、一日も早く単独飛行の許されるを待ちしがここに、念願の達成されるにあたり感無量なり、果たして無事終了できるやの不安のうちにも、誰もが味わうであろう初陣にも似たる喜びを覚える。自分一人で操縦する飛行機、思う通り上下左右する角度、果たして半年も前には現在の自分の姿を想像せるものありや、この上はなお一層努力を積み、航空決戦に馳せ参ずる日の来るを待つ覚悟なり。また相模教育隊での日々についてこう記しています。駆け足、長い道のりを汗を流し顎を出して駆けるのは楽なものでない。しかし青空の下、春の日をいっぱいに浴びて飛行場を戦友たちと駆けるのは何とも言えない喜びでいっぱいである。ひばりのさえずる声、飛行場に立つ陽炎、そして草のほのかな匂い、駆け足に程よく疲れた体を暖かい草の上に休ませて大空を見上げる時の爽快さ。子供の声が聞こえるのは向こうに見える国民学校の庭で遊ぶ生徒たちだろう。その上を絶えず爆音が響いている。春の和やかさを乱さず、むしろ日本の春らしい空気である。とにかく春の日の飛行場の駆け足は楽しいものである。富澤さんは1944年10月に相模教育隊を卒業し、陸軍少尉に任官しました。同年11月、宮崎県の立ち荒井飛行学校木脇隊に入隊、連成教育を受けた後に同隊の教官となります。1945年1月、富澤さんは千葉の下志津飛行隊に転属。1945年2月23日、特攻の編成準備が加齢され、富澤さんは12名で編成された第62新部隊に所属。この時、富澤さんは自身の特攻作戦への参加を知ることとなります。そして、1945年3月15日に特攻用に改装された99式軍艇機を受領、特攻訓練を行うようになります。3月20日第62新部隊に特攻作戦実行が課令。1945年3月25日のアメリカ軍の沖縄・慶良間諸島への上陸開始を受けて、日本軍は
同年の4月6日に第一次航空総攻撃を行うことを決定します。富澤さんは特攻命令をどのように受け止めたのでしょうか。知覧特攻平和会館の山木さんはその心境についてこのように話します。まあ、その特攻隊の気持ちもですね、やっぱり1036名では1036名の通りがあって、で、まあ、この富澤さんじゃないんですけど、他の、まあ、海軍の予備学生出身の方のお話では、まあ、その人も特攻になって一回出撃して、で不時着して生き残った方のお話なんですが、その時の気持ちとしては、自分たちは戦争でこう守られる立場じゃなくて守る立場なんだと、まあ、学生上がりといっても、そういう国のピンチの時には自分たちが矢面に立たなきゃいけない、富澤さん自身もそれに近い気持ちがあったんだと思います。鹿児島県南薩摩市万世特攻平和記念館。戦時中、ここには日本陸軍が最後に作った万世飛行場がありました。しかしこの飛行場は1945年3月から7月のわずか4ヶ月程度の未使用。戦況悪化に伴い、知覧飛行場の補助飛行場として急遽作られた特攻出撃用の基地だったからです。17歳前後の少年飛行兵を含め201名の若者が出撃、うち121名が特攻隊員でした。富澤さん所属の第62新部隊もこの万世飛行場から出撃しました。万世特攻平和記念館の語り部である小屋敷茂さんは62新部隊についてこう解説します。この方々は4月3日に石川和彦さんなくてますけれども、下地で新部隊を編成して、それから、過去あの対象飛行場について、それから、立原に行くつもりですけど、途中であの山内県の小月飛行場に行きなさいということで、小月で待機をしておりました。そしてこの石川さんと杉田さんがあんまし命令来ないもんだから、4月3日に立原に行く途中で天候が急変して、山に激突して戦していらっしゃいます。富澤さんと同じ62新部隊であった小道隆少尉は家族への手紙に当時の記録を残しています。私たちが杖とも柱とも頼んだ隊長殿を、そして杉田少尉を演習のため失いました。私はこれを書くのが精一杯です。だが今までの隆ではありません。隊長はおろか隊員の全部を失っても私はびくともしません。ここ20日間私はあらゆる逆境を勇敢に受け入れて戦ってきました。私にはどんな逆境も楽しかったくらいです。隊長殿の遺骨を抱いて突っ込みます。隊長を含む2名の隊員を失った62新部隊の10名はその後、出撃準備のため立ち洗いから鹿児島の万世飛行場に向かいました。万世特攻平和記念館に展示されている99式襲撃機の模型。富澤さんはこの99式襲撃機を部分的に偵察機に改造した99式軍艇機に乗り出撃しました。積んだ爆弾の重さは250キログラム。竹製で作られた燃料タンクを満タンにし出撃することで、突撃した時火災を起こし攻撃の威力をなるべく高めたといいます。小屋敷さんは特攻についてこう解説します。特攻はあの戦法じゃないと、飛行機はすぐ作れるけど特攻隊人間はすぐ作れないと、生まれてから18年それが訓練をしてですから時間かかるわけですよね。だから特攻という作戦は、まあ、邪道だと、もう よくないあの作戦だということで反対している人もおるんです。確かにそうなんですよね、はい、ですから、まあ、しかし人間というのは軍その組織の中に軍の中に入りますと、どうしても
そのものも言えない、その天皇のため、国のためというあれがありますからね、大義名分があるものですから、それはもう口では思っとっても言えない、それはあのいろんな寄せ書きもあり、あの中には残している方もたくさんいらっしゃいますけれども、俺が一番だとかね、そういう方もいらっしゃいます。確かにもうそういう時にはある程度の、まあ、あるいは何というか気持ちも高揚していますから、その適数に差し違いだとかそういうことを残してますように、もうそういう、 もう、ま、周りがそういう雰囲気ですから、自分だけがこうというわけいかないですからね。やっぱりあの、まあ、失礼な方かもしれないので全部知りませんけれども、かっこいい言葉を残して死にたいというのが人間の椅子である気持ちじゃないでしょうかね、その時の雰囲気からしますとですね。富澤さんは出撃前の寄せ書きとしてこのような言葉を残しています。俺がやる、貴様も来い。4月6日、第一次航空総攻撃当日、富澤さんを含む5名は万世飛行場から出撃、2時間から2時間半程度かけて沖縄に向かい突撃しました。その後、4月12日に残り2名が出撃、62神部隊は全員が南西諸島方面で散っていきました。富澤健二少尉、享年23歳。遺族にとって富澤さんとはどのような存在なのでしょうか。常々母が言ってたのが、なんで戦争なんかに起こっちゃったんだろう、なんで特攻隊で死んじゃったんだろうっていうことを、とにかくね、もう口がくと必ずそれ言うんだよね。で、まあ母の思い出話になるんだけれども、火の、もう火の海だったと。でもそばを流れる隅田川なんかも見知らず真っ黒な死体がプカプカ浮かんでる。そんな状況の中で生き延びてきた。ただそれから一月後には大好きな兄がね、特攻隊で亡くなっちゃったってことが、とにかく辛くて辛くて辛くて、死ぬまでずっと言ってたね、うん、教育、時代と教育が違うからわからないけども、お国のために飛行機に乗って敵に突っ込んでいくっていう、そのどうしてそういう気持ちになれるの、どうマインドコントロールされたらそうなれるの、それだけ時代がそういうふうに追い込んでったってことを、その中で選ばれし者がそういう経験をせざるを得なかった、うん、親はどんな悲しい辛い思いをしたんだろうってことを思うと、やっぱりやるせないよな、うん、富澤さんは一体どのような気持ちで特攻に向かっていったのでしょうか。本当はもう周りではね、万歳日本万歳ってやってるけど、本人本当に行きたくて行きたくて志願してっていうことだったのかなって、どうかなって思いますね。いや、それはね、行きたくないよ。そんなもんだって死にに行くんだから。ただ僕なんかもう学生の時にもよくその戦争の特攻の件で、ゼミの、それこそゼミの友達なんかと飲み屋で酒飲みながら話をして、まああんな意味がないことはダメだと、誰が得するんだと、まあ確かにそれは聞いてそうなんだけど、ただその時に僕が酒飲みながら半分酔っ払って言ったのは、じゃあおめえが目の前、お前の家族が目の前で殺されようとしてるの黙って指くわえて見てんのかって、だったらできることやんだろう、そんな言い合いを口喧嘩だったけども、したことが、酒飲みながらね、したことがあった、だから、まあそういう決してそのそういう教育を僕は親父からどの子の、もう戦争に関してどの子のって言われたことはないけど、自分は自分なりにそう思ったから、うん、そんな話にしたんだけど、うん、
だから多分特攻でぶつかってった人たちはおそらく、天皇陛下万歳で行ったんじゃなくって、かなりの多くの人たちはお母さんごめんなさいとかね、うん、そういう気持ちでぶつかってたと思う、うんうん、だからみんな未練たらたらですよ、うん、潔く行くって口じゃ言うけど、うん、そうね、かっこよくはね、胸の中、腹の中じゃ何を思ってっか、なんでこんなことしなくちゃいけないんだと、大事な家族やね、あるいはあの恋人や、お子さんいる人もいたもんね、そういうねものを振り払っていかなきゃいけないんだって。もし富澤さんに声をかけることができるなら、遺族に尋ねました。わあ、なんていうかね、何言ったって、何言っても足りないと思うよね、青春を戦争に捧げ、特攻隊員として23歳の若さで亡くなった富澤健二さん。もし戦争がなければ、私は年を重ねた彼と対面することができたかもしれません。その時は富澤さんは私に何を語ってくれたのでしょうか。富澤さんの遺書は万世特攻平和記念館に保管されています。彼はその遺書の中でこう記しています。その後、皆々様お元気のことと存じます。賢治もいよいよ最後のご奉公の時が参りました。育児なかった賢治でしたが、どうぞ褒めてやってください。旧敵撃滅のため、賢治は渾身の勇を振るってぶつかっていきます。今の危機を救う者は私たちです。この誇りを持って必ずやります。すでに戦友がやっています。今の今でも私の戦友は後に続く者を信じてぶつかっているのです。黙っていられるでしょうか。これが黙って見ていられるでしょうか。お父さん、お母さん、褒めてやってください。弟よ、妹よ、お父さん、お母さんを大事にしてあげてください。お兄さんは死なない。遠い南西諸島の空より、きっと、きっと、皆様を守っています。この体は死んでも、きっとお守りいたします。では、これでお別れいたします。いろいろありがとうございました。さようなら、さようなら。富澤少尉。私たちは取材を終え、万世特攻記念館の前で記念写真を撮りました。中央大学の後輩であり、平和な時代を生きる私たちが慰霊碑の前で記念写真を撮っている様子を見て、先輩である富澤少尉はどう思っていらっしゃいますか。先輩たちが生きた記憶は私たち後輩が確実に引き継いでいきます。